どどううももこんんにちは、えー、セールさんどうもすいませんあのー、まあ言い訳言わせてもらっていいですかあのー、いろいろとえー、まあ誕生日記念キャンペーンとか今やってたりとかあと僕がちょっと誕生日近いっていうのもあってまあいろんなおさせていただいておりましてまあちょっとここ直近忙しいという <laughs>、はい、まあ、今日の夜もちょっとねあの夜あの呼ばれてるので行くんですけど、はい、以前ですねその セールスレターを送ってくださいっていうことで、あのー、セールスレターを送っていただければ添削しますよみたいなご案内させていただいて、セールスレターを送っていただきました。で、その後また今日かな、メールの方、昨日ですね。えー、吉田さんお疲れ様です。こちら新潟はぽつりぽつり雨を降って降り出してきましたと。吉田さん聞いてくださいと。<laughs> うん、あのー、学校に水筒を持っていくと <laughs>、うん。 まあ、いろいろと読ま、あのね、今の話をしていただいたりとか。はい、で、あとは、えー、僕の情報詳細完全バイブルを読ませていたあの、読んだということで、あの、ありがとうございます。今あるかなちょっとすいません、今手元にないんですけど、はい。ありがとうございます。はい。で、あれはですね、あの、本当にあの、本だけでも十分 <laughs> ノウハウめちゃめちゃありますので、うん、まあ、すごいいい、 いいいというか、まあ、本で書ける。だけのものももは全部書いたつもりです本で書ける、えーまあ、限界がありますからね <laughs> 10年分を全部本に書ける、まあ、無理なんです。無理なんで、まあ、無理だけどできるだけ書いてあ,あんなボリュームになっちゃいました。結構分厚いですね。はい、で、えっと、本題の僕がセールスレーターをあの添削しますよっていうことで言っててまだ送ってなかったんですけど。 あのこれ多分勉強されたと思いますねセールスレターを一応書く勉強は結構そのなってるんでそのセールスレターっぽくなってるんであのいいと思いますただしこれ一つアドバイスさせていただくんであるならばまずそのまあヘッドラインがですねヘッドラインがこの「家から一歩も出ずに」っていうこうこうバーっとありますけどあのー 家から一歩も出ずにくつろぎながらメールのやり取りだけで28日以内に9分間会話が続くようになる方法を知りたいと思いませんか思いませんなんですね。家から一歩も出ずにくつろぎながらメールのやり取りだけで28日以内に9分間会話が続くようになる方法を知りたいと思いませんか思いませんなんですよ。要はこれ長いんですよ。その言いたいことが多すぎてまとまってないんですよ、ヘッドラインが。 家から一本出ずくつろぎながらメール28日以内に9分間の会話は続くで9分間の会話が続くようになるっていうのがまずそんなにこうあれかなと人と目を合わすことすらできない1分も話が持たない状態のゼロからスタートし何も話せないな話せば何分ぐらいの人と話が続くの私たちの会話のノウハウをべて公開します分かりづらいですヘッドラインが ヘッドラインが分かりたいです。例えば、じゃあ僕、ヘッドラインこれか今、即興で考えてみましょうか。ちょっと即興で考えてみます、ヘッドライン。えー、っと、まあ本当だったらちょっと画面キャプチャーでやればよかったんですけど、すいませんね。今、ちょっと即興で考えていきます。えー、っと、会まあ、このノウハウっていうのが、会話がうまくなるってことですよね。で、会話がうまく、会話がうまくなりたく、えー、会話が、えー、会話ができないっていう人を想像すればいいんですよね。 会話ができない人はどんな人なのか。どういうフラストレーションを抱えているのか。あ、ある。会社の会社の会話。会話ですよね。会話。会話だから、 会話会話か会話がうまくなりたい人っていうのはこのターゲティングが女か男か、うん、男か女か女かによっても変わるんですけどうんでも恋愛のことも書いてますよね恋愛 なるほど人から人から人を一瞬で引きつけるうん魔法もしあなたが もしあなたが人と目を合わすこともできない。一分も会話ができない。うん。もしあなた、もしあなたが、ね、え、一分も会話ができない。もしあなたが、 えー、会話ができない人って人見知りですよね。もしあなたが人見知り、人見知りで,で、1分も。ああ、ちょっとこれ微妙だな。これの何も話さない。 極度の、極度、極、極度の人見知りで、人見知りで、うん、もしあなたが、人見知り,知りで会話が、えー、全くできなくても問題、問題はありません。えー、今から、えー、公開するノウハウを 今から公開する会話術をマスターすることによって、えー、たった28日28日以内で以内、以内、以内、以内で、えー、誰とでも、えー ことによって一瞬、えー、やって、えー、人を引きつけ引きつけ引きつけ、えー、たった31日以内で誰と,とでも話せるようにちょっとこれ長いかな。 すみません、僕このジャンルをやったことがないので <laughs> もしあなたが表紙にわってできなくても、ま、今から公開する会社でマスクすることによって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 28日以内に いいちょっとねまあちょっとあのー、もうちょっと考えれば出てくるかもしれないですけどちょっと今ねヘッドラインを作りましたので。 まあ女性の人ちょっと情報寄りによると。 今すいませんセールスレターのちょっとヘッドライン申し訳ないですねちょっとまあこんな感じでちょっと作ってみましたこれ黄色とかできなかったな 例えばこんな感じですね。今作ったんですけど。はい。まあ一応これメールデスク書で一応送っときます。今ちょっとすいません。ちょっとの考えちゃったんで長くなっちゃったんですけど。人を一瞬で引きつける魔法の会話術。もしあなたが人見知りで会話が全くできなくても問題はありません。今から公開する会話術をマスターすることによって28日以内に誰とでも話せるようになります。みたいな。分かりやすくないですか 人を一瞬に引きつける魔法の会話術。もしあなたが人見知りで会話ができなくても問題はありません。今から公開する会話術をマスターすることによって28日以内に誰とでも話せるようになります。えー、うん、みたいな。で、そこでその後、まあそのなんか結果をなしてもいいですよね。なんかその、例えばこ,この会話術をでその後に サブヘッドまたつけてもいいんですけれどもまあそのストーリーの中でその結婚まあここにもその会話ができないことによってその女性との関係だったり会社での会議のやつだったりとか例えばもうちょっと付け加えましょうかうん会社での会議女性との会話会社でのプレゼン プレゼン女性との会女性とデートするときちょっとこれをこうしてまあこれはちょっとあれかなあとんだろう会話するとき必要な 打ち合わせ打ち合わせの仕事仕事で、えー、仕事の商談あなたのあなたのあなたのには必ず 会話が存在うん。でえー まあこんな感じですかねあこれちょっとあ,あこれはちょっと真ん中に行きたいんだ まあちょっとこれはセールスウェブページじゃないんでこれあとはまあデザインとかちょっとあれになってくるんですけどまあここでその、まあ、ちょっとスクショで送っときますよでここにヘッドラインがあってヘッドまあどういう方法なのかっていうのがあってサーブヘッドがあってそのシチュエーション要は会話する時のこういう時に会話必要ですよねってブワーって書いてまあこれまあ まあウェブページにするんだったらここをちょっとうんこう囲って四角で囲ってえ生きていれば必ず会話は必要ですみたいなものストーリーをなんだ要は会話がうまくなりたいっていう人は必ず何かに当てはまる当てはまるものをここに書いておくとそのあれを要は会,が会話がうまくなりたい人っていうのは異性であるならば女性とのデートの時の会話がうまくいかないとか そのまあ会社での,そのプレゼンがうまくいかないとか商談の時に話せないとか営業マンだけど会話が苦手だったりとかそういうその話がよく苦手っていう人はそ,そ,そこのシチュエーションがあるわけですよそこのシチュエーションがそこれを書いてあげればいいんじゃないかなってここではいまあこれちょっとスクショでああこの PDF で送っときますねこれ。 多分こっちの方が分かりやすいのかなとは思いますけどねはいちょっとごちゃごちゃ書きすぎかなっていうところがありますはいうんまあお金稼げる系だったらブワンこれも稼げる稼げる稼げるバババババーン,ン,ン,ンみたいなのありますけどこれ会話なんで、うん、このヘッドラインが言いたいことが多すぎてまとまってないかなっていう まあ結論最終的にこの <laughs> 会話術を学ぶとあの会話ができ,なできるようになりますよってことを伝えたわけじゃないですか会話ができない人がこの方法を学ぶと会話が簡単にできるよっていうことじゃないですかじゃあ英語の英語の、えー、英語のスピードランニングスピードランニングっていうのは英語を話したいでスピードランニングっていう教材があるスピードランニングって教材があって英語を話したいっていう悩みがある じゃあこのスピードランニングはどうやって売ってるかっていうと聞き流すだけで聞き流すだけで英語が話せますよ聞き流すだけで英語が話せますよ聞き流すだけで英語が話せますよ,すで,ますよでそれはこれですっていうメッセージ性としては聞き流すだけでマスター英語ができますよでそれがスピードランニングですっていうことなんですねこの三角形の関係でいうとここがお客さんこれがコピーこっちが商品 で、コピー、上から、そのなんだ、メッセージを伝える。で、お客さんは、じゃあ、あそんな、聞き流すだけで、聞き流すだけで、そんな商品があるんだ。えー、英語がマスターできるんだ。じゃあ、商品なんだ。スピードランニングって感じなんですね。だから、あのー、この会話が上手くなるっていうのは、だから今のスピードランニングの、パクってもいいかもしれないですね。あ今のスピードランニングの、パクってもいいですかね。<laughs> すいません。 あれも一緒のロジックじゃないですか。あこっちの方はじゃ聞き流すだけでいきましょうか。聞き流すだけで。聞き。あでもね、うん、まあパクリ、完全パクってる感があるんで、聞き流すだけで人を。あここのサブヘッドにそれ入れればいいのかな。 あこれでいいあこれでいいかもしれないですね。あこのサブヘッドにしまあこれでいい。 これででいいいんじゃないですかねすいませんねちょっと修正しましたけどあこれちょっとまとまったかなこれちょっとまとまりましたここのサブヘッド変えましたえ人を一瞬で引きつける魔法の会話術もしあなたが人見知りで会話が 全くくできなくても問題はありません今から公開する会話術を聞き流すだけで28日内に誰とでも話せるようになります。まあこの言い切るとちょっとまずいかもしれないんですけど話せるようになったら話せるようになったら話せるようになったらなんかね古代広告になったりするんで話せるようになったらあ二2二十8日内に誰とでも話せるようにな になるとしたら、えー、興味はありますかあ、これで、これいきましょう。これでちょっとまとめました。これちょっと PDF で送りますので、添付しておくんで、ちょっと、まあ、参考にしてみてください。多分、今のセールスレターと、セールスレター、このセールスレターのヘッドラインよりかは、 まあ、まとまった感じはあるんじゃないかなとは思います。うん。うん。まとまった感じはあると思いますね。あとですね、もうちょっと、結構長くなって申し訳ないですね。あと、ああ、まあまあ結構書いてあるな。あとはオファーですね。価格がちょっと高すぎるので、これじゃちょっと買わないですね。うん。 分かんないですよこれその僕は会話コミュニケーションがうまくいかないっていう人に対しての商品を売ったことがないんでこれが女とすいませんこれけあの下品な言葉使いますけど女とすぐやれるとかだったら2万9 3 0 0円で売れると思います女とすぐやれるとか落とせるっていうものだったら29,700円で売れると思うんですけど会話ってもう会話なんですよその 会話なんですね会話が上手くなるっていう曖昧じゃないですか。でその何に光を当てるかなんですよ。価格帯を上げるんだったら例えばあの売ってるものは一緒なんですよ。売ってるものは一緒でも、まあ、この方法をマスターするとすぐ女を落とせるみたいな。ですぐ女とできるみたいなものだったらそれもなんか買うわけですよ。まあ、お金を稼げる方法と一緒ですよね。すぐ女とできるみたいな。でそれが3万円でみたいなね。みたいなだったら買うわけですよ。 で、その商品の中で、じゃあ女を落とすためには、こういう会話術、会話のテクニックをすればいいですよっていう。まあ何に光を当てるかっていうところですよね。うん。まあこの光の当て方だと29,800円はちょっと、これで2 9九0 0円はちょっときついかなと僕の肌感覚で思います。これだったら、あの、会話動画大辞典ということで、じゃあ僕たちはいくらでこれ商品売ったと思います会話動画大辞典1000円で売りましたよ。1000円で。 1000円でで売ったんですだから価格帯も真似てくださいもしこの会話動画大事典多分おそらくネットビジネスのね動画大事典を真似てこうやっていただいたと思うんですけど価格も真似てくださいじゃないと売れないですじゃあもしあのネットビジネス動画大事典があのセールスレターのでまあ僕あのセールスレター書きましたけどあれで29,800円は無理です あれで29,800円絶対僕も売る自信がありませんもし29,800円でネットビジネス動画大事で売るとするならばもっと書いてますめちゃめちゃ書いてますいろいろ訴求ポイントぶわ書いてやってますあれは1,000円でこんなけっていうのが分かりやすくしたんですよでヘッドラインも何百本の動画をたった1,000円でっつってもうヘッドラインでもこんなものが1,000円ですよと で、分かりやすくして、で、じゃあ、じゃあ1000円でどんなものを手に入れられるのか、1000円でこんなにみたいな、すごいね、みたいな。で、分かりやすくして、そんなに長いセールスレターではなかったとは思うんですけど、あれはもう分かりやすくしたんで、これは、この、速求ポイントだと29,800円はちょっときついですね、価格帯的に。うん。まあ、あとは、その、読者との信頼関係とかいう部分もあるので、 うん、そこ一概には言えないんですけどこのレター直売りでこのレター直売りで2万9000円は難しいと思います僕はあの商品を直売りで売ってました直売りってどういうことかっていうとインフォトップの購入者え購入者に対しての広告っていうのが売てるんですねインフォトップだと一発号外広告30万とかでこう売てるんですよでインフォトップの購入者通信30万にその、えー、30万って広告費払って直売りで売ってました 直売でです。す、うん。信頼関係ないです広告広告室として流してでそれで多い時は2 3 0 0本一発で売りました要は30万ぐらいお金払ってあのまあ本でも書いてあると思います何をやったのかそれ本見てください多分そのネット動画大辞典を使ったその1000円の商品を売りながら売り上げを作って5000人ぐらいの顧客リストを集めたっていう方法が本の中に書いてあります ネットビジネス動画大事典っていう商品1000円の商品を使ってほぼリスクなしで5000人ぐらいの顧客リストを集めたっていうのを本の中で書いてあると思うんで、まあ、それを使ってくださいであとはアフィリエーターさんも使いましたそれはアフィリエーターさんとかあと広告も回しましたただ広告で30万というお金をこう回したとしてもバックエンドがあるんでその後のバックエンドが結構あるのですぐ回収なんですよ例えば30万という広告費払ってもじゃあ顧客リスト300ぐらいいって バンで手に入れたら、その300人のうちに1人塾売れば終了です。元回収です。だから赤字にはなんないですね。300人いたら1人ぐらい塾入るでしょって電話しました。で、実際にそのこれは多分本で書いてないんですけど、その以前僕その弟子をやって雇ってた時にその？ ネットビジネス動画第一典を買ってくれた人、購入者リストっていうのは電話番号もあるんですね。で、以前、弟子がいっぱいいたときにみんな電話したことがあるんですよ。しかも1年後ぐらいに。購入してから1年後か2年後ぐらいのお客さんに電話したんですよ。その子どうですかと。わかんない。覚えてないよって話なんですけど。でも、それでも売り上げが2、300万ぐらいたちましたよ。300、400ぐらいたちました。要は弟子、多い子は弟子の子で30万の塾を13本ぐらい売ってました。売ってくれました。 1>, 1年前2年前前2の顧客リストですよ、うん、でその後電話番号があるんで電話営業ちょっとしてみてやったらそういう結果です。だからまあ顧客リストを獲得するっていうのはそういうこともできるわけなんで、まあ、以前ちょっと覚えてないかもしれないですけど購入していただきありがとうございますっていう電話から入って今どないですかともちろんかなり昔だったんでなんだおめえみたいなね覚えてねえよみたいなねあの人もいましたけどまあでもそれでも売れました電話営業で。 だからその購入者リストっていうのはメールアドレス以外のにも電話番号あとは住所も手に入れることができるので例えば電話営業もできるだろうしあとは DM を打とうと思えば打てるわけですよ DM。だからその後のバックエンドみたいな他の商品があればいくらでも回収は可能なんですね。 でこの29,800円だとその顧客リストを集められないかなっていうビジネスの原点である顧客リストですよこの顧客リストを集めるっていうことにまずはフォーカスしないと売り上げはつられないんですよだから今すぐ売り上げを作りたいという気持ちがあって多分この価格帯にしたと思うんですよ今すぐ売り上げを作りたいだけど顧客リストがないと大きな売り上げっていうのは作れないのでまず大切なことは顧客リストを獲得するっていうことにフォーカスするべきなんですね でこれはですねインターネットビジネスのドンというかその海外のダン・ケネディって黒いおっさんがいるんですねダン・ケネディ。めちゃめちゃこれはですねあのそのダン・ケネディから学ぶとみんな億万長者になるっていうねすごい人が白ひげのおっさんがいるんですけどダン・ケネディはこういうわけですよほとんどの人は、えー、売り上げを作るために商品を売るとほとんどの販売者っていうのは売り上げを作るために商品を作る。 まあ当たり前の話なんですけど違うんだと違うんだとそれは間違ってるとお客さんを獲得するために商品を売るんだっていうことを言ってるんですねダン・ケネディは、えー、商品を売るために、えー、商品を作るのではないと、えー、お客さんを獲得するために商品を作るんだとっていうことを定義してますほとんどの人は売り上げを作るお金を稼ぐために商品を売るっていう考え方じゃないですか 違うんで段団入りの場合はお客さんを獲得するために商品作ろうぜっていうことを言うんですね。 まあだからこれがフロントエンド、バックエンドの話になってくるんですけど、要は顧客リストを獲得するための商品っていうのを作っていかないといけないんですよ。それが安価な安いフロント商品なのか、もしくは無料プレゼントなのかっていうことなんですね。で、無料プレゼントでも今いろんな無料プレゼントがあるんで、圧倒的な違いを出していかないといけないんですよ。無料プレゼントでも。やっぱ人と差別化していかないといけないです。じゃ有料商品に関してもそうですよね。有料商品は僕は、あの、 このネットビジネス動画大事件っていうのを出しましたけどあれは800本ぐらいのすげえいっぱい動画があって1000円なんですよだから他にそのライバルが、ね、やってないから目が引くんですね、うん、だから顧客リストお客さんを獲得するために商品を作れっていうことをダン・ケニディは言ってます億万長者メーカーめちゃめちゃ有名な方で本も出してますけど、はいまあ、ネットビジネスを学んでるんであるならばダン・ケニディは聞いたことあるかもしれないですけどダン・ケニディはそういう言葉を言ってます 商品は売るために作るんじゃない商品はお客さんを獲得するために作るんだっていうことを言ってます、うん、多分その概念がまだここ入ってないかなっていうのは感じますねこれちょっとこれだと29,800円だわちょっときついですねうんまあこれは多分前の動画でもちょっとお話したと思うんですけど、はい、一応そのセールスレター送ってくれればちょっと添削しますよみたいな話をしたので、えー、ちょっと作ってみました まあこれちょっと参考にしてみてください。多分今のヘッドラインよりかは分かりやすくスッと入るんじゃないかなと思います。うんうん、あなたの生活が あちょっと軽く書いて書いといたんであこれであこうしようかな。 はいえー、ちょっと変えましたまぁ、あ、ちょっと入りも少し触りもちょっと書いてきましたはい参考にしてみてください PDF 添付しておきますはいではちょっと長くなっちゃったんですけど、はい、頑張っていきましょうはいまあここまでもうできてるのであとはまあ本当に勉強していただいてまず、あ、ど,どん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 やっていくだけなのであのほんとですねさゆりさんはもうめちゃめちゃ熱血ね最初のいただいたメールであの <laughs> 熱血女っていうね。はい、あ私もきつくて熱い女ですと。僕も一応熱い男ですけど。まあ熱い男ですから、これも30分ぐらい撮っちゃいましたね。まあ,あ、レターも作っちゃいました、今。今、ヘッドラインと、これ作っちゃいましたよ。はい。ぜひ参考にしてみてください。僕、ちょっとこの会話のやつは売ったことがないので、ちょっとあれなんですけど、もうちょっとリサーチして、ライバルとかどういうヘッドラインとか作ってるのかっていうのを見れば、もっと、 かけけるかなぁとは思いますけどすいまますすどせん今肌感覚で書いたのがこんな感じですただあの何を伝えたいのかこの商品はどんなのかどんな悩みがあるのかそれをわかりやすく伝えるためにはこれがいいんじゃないかなぁとは思いますね今よりかははい、はいまあ、ここがねちょっとね言いたいことがね多分多すぎてほんとまとまってない感じがあるんでうん ということで、ちょっと長くなっちゃったんですけど、これで終わりたいと思います。また何かあればご連絡ください。まあ、あの12月からですね、あの僕のアカデミーっていうのはこう開校してきますけど、えーまあ、そこで本当にいろんなノウハウとか、まあ、全部出してきますから、そこでくほとんど出してきます。はいまあ、そこであのコピーとかセールスレターの書き方っていうのも、まあ、あの出していこうかなと思ってますので、はい、うん。 ままあ頑張りましょうこのセールスレターはね、めちゃめちゃ結構、うん、難しいんですよね。難しいというか、これ書かないと分かんないんで、ただ今ここここまでできてるっていうのはあもうすごいことなんで、うん、普通の人はここまでできないです。ここまで,で書けないです。こんなページ作れないですよ、普通の人は。挫折しますで。それを乗り越えてるので、もうあと,はあとはやるべきことは改善です。工夫と改善。工夫と改善、これだけです。できてるんで。 はい、ということで。もうちょっと終わりますね。30分なんではい、えー、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。